バンコクの中心部にあるタワー型サービスアパートメントハウマッチ。モーターのリナです。ランビです。今日はみんなが憧れるソイ24にある高層タワー型サービスアパートメントに来ています。こちらです。こちらが本日ご紹介するサービスアパートメント、パーク EM ディストリクトになります。こちらがソイの24です。歩道もあってとても歩きやすく大きな通りとなります。こちらがメインゲートです。こちらがソイ22という通りになります。こちらにも出入り口があります。それでは行ってみましょう。今日は暑いから急いで中に行きましょうね。はい、急ぎましょう。敷地内には緑が溢れています。敷地内には全部で5棟あり、今日ご紹介するのは4棟目となります。セキュリティも万全です。あ、バミちゃん着きましたよ。やった、うん、こちらが本日ご紹介するサービスアパートメントです。あ、すっごいなんか外国って感じですね。しかもこちら、うん、スタバみたいで、ああコーヒー飲みたい。いいですね。コーヒー後で飲みましょうか。飲みましょうか。はい、じゃあバミちゃん行きましょう。ありがとうございます。ああすごい高級で視線って感じで、なんかアロマのような香りしますね。そうです。すごいいい匂いがするでしょ。あ、すごい。なんか、うん、ロビーは清潔感があり、まさに高級タワーマンションにふさわしい作りとなっております。こちらがレセプションになります。それでは中見ていきましょう。はい。はい。さて、バンビちゃん、見てください。はい。26階。本日は26階にあるお部屋をご紹介していきます。ああ、26階に住む体験ってなかなかできないですね。ですよね。楽しみですね。楽しみです。すごい。はい、バンビちゃん着きました。こちらがお部屋です。中見ていきましょう。どうぞ。ごめんください。お邪魔します。わ？ドラマって感じする。なんか、すごい。タイって感じは全然しないですね。こちらはワンベッドルーム50平米のお部屋です。リビングルームは使いやすい間取りとなっております。バンビちゃん、キッチンの方からご案内しますね。じゃあ、お願いします。お、すごい。レイコーを私よりできないですけど、ここなんか作れたら楽しそう。ぜひトライしてみてください。あーすごい、電子レンジもなんかチンできますね。セブンで買ったものをチンって入ってすぐ食べれるから、もうここ大丈夫かな。作んなくても大丈夫ですよ。はい、ポットやトースター、電子レンジは備え付けてあります。小さいですね、シンク。うん、でも鍋入るんじゃないかな。ギリギリですね。まあまあ、ギリギリパスです。ギリギリパス。オッケー、オッケー。これなんだろう。お皿を干す。そう、お皿を洗った後にそちらのカゴに入れてお皿を乾かしてください。すごい、これ果物や野菜とかを入れて洗うとか、うん、ああこれ あのありがたいですね。これこういう気遣いはいいですね。嬉しいですわ。うん、あとこちらですね。フォーニャーフォークとかいろいろあります。あ、料理好きな方は絶対これ嬉しいです。うん、最初から全部ついてるので、ほとんど何も買わなくてもこちらですぐご飯食べれるようになってます。わあすごい。私でもできないですけどね。じゃあこちら、じゃじゃーん。あ、こ
こちらですね、いろいろ収納があります。あとカップ麺とかを100個くらい入れられるかな。こんなに入れる？カップ麺大好きです。はい、では冷蔵庫の高さを確認します。首くらいですね。まあまあいい感じです。開けます。おー、こちらは一人用の方だったら十分かなと思います。私でしたらもう肉だけ入れます。野菜はもういらないかな。あ、洗濯機ってここに付いてるんですね。なんかスマートなスペース使い、すごい。ベランダにあるよりお部屋にあった方がね、いろいろ便利ですよね。そうですね、ホコリとかあんまり来ないし。あ、皆さん、こちらの鏡は何ですかね。なんか一日のすっと見てしまうくらいですね。ファッションショーできますね。中どうぞ。ここ収納たくさん入れます。そうなんです、靴もたくさん入りますし、上にスーツケースも入りますよ。確かに女性とかはカバンとか入れられますね。バンビちゃん、カバン50個ぐらい入りますよ。カバンそこまで持ってないですけど、肉が好きですから。肉です。バンビちゃん、こちらがリビングルームです。はい、どうぞ。あ、いいですね。ちょっと座ります。はい。あ、なんか見た目はあんまり柔らかくないですけど、まあまあ座っても腰は痛くならないくらいですね。痛いですね。ダメですよ。皆さん、こちらのテレビ大きいですね。夜はすっと朝までネットフリックスを見れるくらいですね。テレビの大きさは43インチです。日本のテレビは8チャンネル視聴できます。あ、デスクもあるんだ。うん、座ってみて。はい。すごいすごい。あ、こちらですね、ライトをつけてライフできるんですね。うん、みなさん、こんにちは、バンビです。リビングにはワーキングデスクもあるので、お仕事することもできますよ。バンビちゃん、景色もすごいんですよ。あ、そうですね、さっき私見たと思いますけど、多分高い階にいるから、うん、高いビルのビューもたくさん見えていいですね。うん、26階ですからね。素敵。バンビちゃん、こちらベッドルームです。はい、はい、行ってきます。あー、すごい、なんかドラマの女優って感じする。え、どういうこと？なんかロマンチックって感じするんじゃないですか。よくわかんないですけど。こちらがベッドルームとなります。ベッドのサイズはクイーンサイズです。メイドさんが週に3回掃除、シーツ交換、タオル交換をしてくれます。ベッドを見てください。あ、はい。じゃあ柔らかさのチェックを確認します、うん、どう？まあまあいいですね。柔らかいです。何時間ぐらい寝れそうですか？あ、こちらはもう14時間寝れます。すげー。クイーンサイズベッドだからね、寝やすいね。そうですね。あ、扉2つあるんですね。いいとこに気づきましたね。チェックポイントその1、タイでは珍しくお風呂とトイレが分かれています。こちらのトイレはTOTOのウォシュレットが最初からついています。この物件のお風呂場は日本式を採用しています。だから日本人に人気なんですね。大きさはどのくらいかな。入ります。あ、足伸ばせるんです。じゃあいい感じ。皆さん、こちらの水圧はどうなんですか？
シャワーチェックしてみましょうか。お願いします。はい。まあ強いですね、こちら、うんうんうん、タイでは珍しいぐらいですね。そうですね、日本のお家と変わらないぐらい強いやつあります。5点中4点かな。また鏡ありますね。こちら何ですか？収納ですか？クローゼット？そうです。クローゼット。見てみて。じゃあ、開けます、ね。すごい大きいでしょ？あ、すっごい大きい。しかもアイロンあります。すごい。そう。ドライヤーあるのありがたい。そう、ドライヤーもあるし、金庫もある。あ、いいな。こっちも開けてみて。じゃあ、じゃじゃーん。洗濯？そうそう、ラングリーサービスですね。あ、いいな、こういうのは便利ですね。うん、そう、隣は机あるから。どうどう？あ、こちらですね、いいですね。鏡あるから前に化粧できそう。そうそうそう、メイク道具もね、そこに入るんじゃない？そうですね。やっぱりここはドラマの女優って感じです。バンビちゃん、聞いて聞いて。はい。ここのプールとジムすごいんですよ。あ、本当に？うん、じゃあ見てみようか。あ、楽しみですね。うん、行ってみましょう。はい。プールの階に着きました。やったー。イエーイ。じゃあ見てみましょう。行きましょう。はい。じゃーん。おー、すごい。長いですね。すごいでしょ、長い。広い、長い。広くて長い。そう、そう、広くて長い。ここはタイ。快適な暮らしをしたい。駐在員が一番多く利用している不動産会社ディアライフ。高いビルのビュー見えるし、すごい。眺めがとてもいいです。泳ぎたいですね。私もウイスキー持ってくるの忘れちゃった。すごい景色、すごいですね。さっきお部屋より上の階に来ましたからね。そうですね、なんかもうバンコクって感じ。大好か。じゃあバンビちゃん、ジムの階に着きました。いいですね。なんか見てみましょう。楽しみ。うん。あ、わっ、あ、広い、すごい。なんでこんな広いですか？おお、いいとこ気づきましたね。リアのチェックポイント、その2。こちらのジムはバンコクの中でもかなり大きいジムとなります。機材もたくさんあるので他のジムに通う必要もないですね。皆さん、これ今若者に流行ってるんですけど、うん、ヒーローを入りながらですね、ランニングマシンの、うん、こういう感じで。嘘、歩くのありますよ。さて、バンビちゃん、ハウマッチの時間です。あー、難しい。今回すごかったよね。そうですね、プールも綺麗だったし、うん、ジムも広いし、うん、難しいところですが、一回ポイントおさらいします。お願いします。はい、まずはフロント駅から徒歩12分、ワンベッドルーム50平米のお部屋でした。サービス内容としては、電気代、水道代、インターネット、ケーブルテレビとメールサービスもついてるよ。あとはオプションでランドリーサービスと飲料水もつけることができます。すごいですね、こちこ。シャトルサービスが2台あります。1台は5棟共有のシャトルカーです。もう1台はこの棟専用のシャトルカーとなります。それではバンビちゃん、おいくらからでしょう？8万バーツから。おお、どうかな。ワンベッドルーム6万5000バーツから。今日の動画の詳細を概要欄に載せてます。いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。